ベセスダは、アメリカ合衆国メリーランド州、モンゴメリー郡南部に位置し、ワシントン DC の北西に隣接する、非法人地域である。ベセスダとも表記する。ベセスダという地名は、この地域に1820年に設立された、ベセスダ長老派教会にちなむものである。さらに、この教会の名は、エルサレムにあってイエスが病人を癒したとされる、ベトザタの池に由来する。非法人地域であるためその領域は公式には定められていないが、アメリカ合衆国国勢調査局が定めた国勢調査指定地域としてのベセスダは、北緯38度59分西経77度07分、北緯 38.983 度西経 77.117 度、38.983-77.117 を中心とする地域で、その面積は 34.2 平方キロメートル、人口は 55,277 人である。ワシントン DC 郊外でも有数の高級住宅地として知られている。また、アメリカ国立衛生研究所、米国消費者製品安全委員会、アメリカ国立医学図書館といった連邦政府の機関が立地しているほか、ロッキード・マーティン、マリオットインターナショナルなどの企業が本社を置いている。ありがとうございます。